皆さん、こんにちは。追っかけ情報局のりこです。b ー s t が3月4日に開催される東京ガールズコレクションに出演するということが発表されました。おめでとうございます。いやー、この毎日出演情報が入ってくるのが、なんだか去年のものすごい供給の時期を思い出して、すごくワクワクしてきます。 3月4日といえば、3月5日にダンクのショーケースが行われるということが発表されていますので、その前日ですよね。まだダンクのショーケース、3月5日にビーファーストが出演するかどうかというのは発表されていませんけれども、するとしたら、ここも2日連続のライブということになりますね。昨日はジャパンジャムの出演も発表されまして、ゴールデンウィークもビバラロックと ジャパンジャム2日連続で出演するということが発表されています。なんだかこのビーァーストのライブでカレンダーがどんどんと埋まっていく感じがとてもワクワクします。BMSG も東京ガールズコレクションの常連になってきたなというふうに思って見ていたんですけれども、なんと今回の東京ガールズコレクションはテーマは新時代を意味するニューエポックということで、新章突入というふうに書いてあります。 これはもう BMSG アーティストが招かれるべくして招かれた、そんな気がしています。今回の東京ガールズコレクションでのアーティストのパフォーマンスは、なんとスカイハイさん、B ファースト、そしてダイスさんが決定しています。ベスティーにとっては本当に嬉しいメンバーがここに集結しますね。そして今回の東京ガールズコレクション、場所はまさに今日 B ファーストがライブを行う。 国立代々木競技場第一体育館ということです。チケットに関しましては、現在一般販売中で、アリーナ席はすでに完売しているようです。スタンド席のみ販売中ということになりますが、スタンド席は税込9000円となっています。チケットの残り少なくなってきているようですし、今日スカイハイさんと B ファーストの出演が発表されましたので、 こちら行ってみようかなと思われる方はお早めにチケットのお手続きをなさってください。B ファースト怒涛のライブラッシュで盛り上がってきましたね。今年もまたいろんなところでたくさん B ファーストの姿が見られるのが本当に楽しみです。どうもありがとうございました。追っかけ情報局リコでした。